はい、今回見せていただいてますピアノが US6X というね、当時の高級機種になりますね。30年以上経ってますけども、部品で傷んでるところはですね、まあこの年代で多いね、この、キャッチャースキンですね。これちょっと触ったところ模型としてきますね。これ合皮に変わったところですので、これも引いていかはるともうモケモケしてきますね。で、このバットスキン、ここも同じ素材のものを使ってますので、このキャッチャースキンとバットスキンはおそらくもうね、引き出さはったらもう1年もするとモケモケしてきて、交換しないといけないんじゃないかなと思いますね。その部分は、まあ、ピアノを運び込んでから、このアクションっていうのをね、引き取らせてもらって、工房で修理するということもできますし、このピアノね、ポテンシャル高いですので、一旦、工房の方にね、運ばせてもらって、全部ね、分解して、中のね、ホコリとかも、やっぱ入ってますので、鍵盤の方も全部外して、ホコリも掃除して、こういうピンとかね、そういうと動きに影響するところも全部磨いて、外装もきれいにして、うちの中古ピアノの整備メニューで、整備させていただいて、お家の方へ運ばせていただくとかね、いろいろご提案させていただけるかなと思いますね。鍵盤もこれね、ファインアイボリーって言って人工造毛がねついてる時代のものですね。はい、調律が狂ってますのでね、音の狂いはありますけども、まだそんなに古いピアノではないですので、絶対大丈夫ってことはないですけど、おそらく弦も切れずに戻せるんじゃないかなと思っておりますね。はい、では外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。まあ、ホコリはね、拭き取ればいいんですけど、ちょっと曇りがねやっぱり出てきてますので、この辺は中古ピアノのね整備メニューで、バフという機械で、磨きをかけると、かなり綺麗に新品の輝きが戻るんじゃないかなと思いますね。ペダルの方もね、ちょっとプツプツとね、サビが出てきておりますけど、こういうのも綺麗にできますので、その辺もご提案させていただこうと思います。あとですね、このプラスチックのこのキャスターの受け皿ですけど、これはちょっとね、地震の時には、これ危ないですのでね、ゴム製の、耐震性のあるゴムのお皿をね、ご提案させていただいてもいいのかなと思いますね。あと椅子の方もちょっと傷んでおりますけども、一応まあ使えないことはないですね。高さも変えれるみたいですけど、椅子の方も新しいのが、ご提案できますので、一応お見積もりさせていただいてもいいのかなと思っております。はい、いいピアノですのでね、見積もりも楽しみだなと思っております。